おはようございます。リフォーム工事本日で5日目となります。今日からはこちらのキッチンのね、入れ替え作業となりますので、さあ今日の段階でどんな感じになるでしょうか。楽しみやね。今日でリフォーム工事が6日目となります。はい、こんな感じですね。今日でようやくキッチンが終える予定になっております。さあどんな感じになるでしょうか。はい、6日目のリフォーム工事が終了しました。はい、じゃん。ということで、見事にですね、L 字のキッチンを取り付けすることができました。やったー！素晴らしい。残念ながらですね、食洗機がね、まだ届いてないということで、ここだけね、はまってないですが、もう、あとはね、もうほぼほぼ完成。はい、というような感じになりました。ちょっと前飛ばすか。すごいね。今日でリフォーム工事も7日目になりますね。今日はこちらリビングのカウンターの台っていうかな、今日はここにね、今塗装していただきました。で、天井にもね、ダウンライトの穴をね、開けてもらいました。こちら明日に内装工事の予定なので、クロス張り替えして最終的にここに電気をね、はめていただきます。簡単に取れるんですね。本日リフォーム工事8日目になりました。もう8日目ですね。今日はリビングとキッチン、そして洗面所のね、クロス交換のために、今日はね、クロスの剥がし作業はね、クロスの剥がし作業をやっておられました。まあ、いよいよ明日がね、リフォーム最終日ということで、明日には綺麗なクロスと、で、床にはフロアタイルがね、つく予定となっております。はい、こんな感じでですね、パテの作業をされてました。はい、もうね、完全にクロスがね、剥がされて、もうなくなっている状態でございます。こちら洗面所ですが、洗面所もね、お風呂のね、入れ替えでね、壁を触っていますので、そのね、パテの作業をされてますね。で、壁紙ももうなくなっております。で、明日が最終日ということで、こちらに洗面所照台が明日ね、取り付けする予定となっておりますね。
お風呂は喋るし、冷蔵庫は喋るし、みんな喋るし。Thank you.